ありがとね。さっき飛び降りる。平気だ。軽かった。もう何それ。愉快痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。ついてるぜ。私たちが乗ったのは
メインピラーと4番街をつなぐ4番回線、今いる国王は隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。え、は被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。うん、はっ部下が無能苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。目印はシンナの犬の絵だ。壁、気にしとく。犬？銃剣スタンプ。奴の鼻が向いてる方に五番マコールへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。銃なら来なさい。そこだ。落ちろ。信号の先だぜ。
当然の結果だ。信号の色をちゃんと見とけよ。リックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。あったぜ。
こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道、目印の通りに進もう。作戦を変える。待ってました。
発見。花の向き確認しろ。上手に描けてるね。ああ、いけつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は虫以下。なんで俺たちが分かったの。どうせまたすぐ湧いてくれ。適当に終わらせて帰るぞ。上がれ。高っ。あっ。
作戦会議だ。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガまた神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出せ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちっ、おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてだ。全員蹴散らすしかねえ。
行動は全て把握している。貴様らの行動は全て把握している。繋いでいくぞ。覚悟はいいか。やり過ごすぞ。巻き上げて。どうよ。いけんだろう。よし、やっちゃおう。やってやる。隠し通路か。
プラン E。 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進め。どういう意味だそれ。中堅スタッフを探せ。隠し事を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。
頼む。
行くぞ。